どうもセイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況ありましょう。ではね、衝動決戦やっていきましょう。今回は8問モードいきます。さあ、ボタン押してます。ランクマッチ押してます。MK さんね、 68MK さん先生取った。ミスタービッグ、あ、ロバヤンも強いけどね。これはかすみ、あー、これはマイかな。8問モードマイ強いんですけど、デバフがね、発動してないやったらあんまり意味ないんで、男性攻撃力ダウンですけど、あれがめっちゃ強いんですけどね。以前、ちゃんと発動してるときはめちゃくちゃ攻撃力下げてたんですけど、それが発動してなかったら結構ね、微妙かもしれん。かすみじゃない、ゼロとテリーですね。テリー2003。かすみ置きますよ、頭に。やっぱかすみシコン強いんでね、カメ、ヘビ、トラ、クマは、あ、ハオマルおんの？ハオマルおるんか。そしたらかすみやめよう。ハオマル置いて、これでいくかな。ビリやられたらかすみ出すっていう感じ。マイはね、やっぱ置いときたいな。リンはどうしよう。リン強いけど、後出しでもいい気してきたな。ミスタービッグとか、麻痺強いしな。そうしよう。ミスタービッグに変えましょう。これでいきます。麻痺がやっぱ強いね、ミスタービッグ。おし、スキル出まくってる。スキル出まくり。やっぱ旋風烈山ね、めっちゃ強いわ。出たらね、めっちゃ強い。1列の、怒りダウンはほんまに強いですね。これ、マイはゲージ溜まってるんですけど、このままでいいかな。お、旋風こんな出るか。旋風こんな出るなら、いや、まだか。まだ我慢しようか。もう一回我慢。うん。次でマイ打てば全キャラゲージ溜まるんで、我慢しました。これ全滅も見えてきたけどね、ビリー倒されへんかな。あー、ビリーが今倒れてたらね、全滅も見えたんですけどね。これはね、これでいくかも。こういっていこう。あ、ちょっと待ってね、これパオ使えないでしょ、ここパオ使えない。そしたらちょっと全滅狙おう。これでこういけばパオまだ旋風烈山でさっき下げてるんで、ここ使えないんですよね。うん。うん、これで前倒してくれたら余計やりやすいな。前倒すともう全滅でしょ、これ。その攻撃型3体じゃ防げないですね。全滅取ったね。かすみでいいか。かすみと、いや、かすみあかんな。ビップやな。ビップとリンか。これでいけますね。ここか。リンここか。リンここ、あ、うんですね。これでいけたね。さあ、ブラスターウェーブからめっちゃ減る。いや、まあ攻撃型いっぱいいたんで、怒り調整だけできれば全滅はね、見えてきましたね。ではもう一回いきます。8番モード続きいきましょう。春日さんね、春日一番さん先生取った。うわー、 UR モードや、出たー。オロチとルガール両方復活持ってるね。これルガールにしとこう。ルガールは、おわ、マキと暴走、マキ暴走、いや、マキか。これは荒れるよ、絶対荒れるよ。これクローンゼロ、マキでも強引に全滅狙っていこうかな。出た、アーデルハイド。マキとアーデルでも強引にね、全滅狙っていきましょうか。2代目おるっすね。でもリンがおるか。リンは非常に、強い。マキ置いてネームレスも置いとこう、硬いから。でルガールよりゼロかな。頭先生取ったかな。どっちやった、先生忘れたな。まあ、この控えやったらでも全滅狙いやすいんで、これでいこうか。先生がちょっと忘れました、ほんまに。あ、取ってる、取ってたらもうこれは全ぶっぱでいいか。全ぶっぱっすね、量。うん、結構ダメージ取ったんで。量はネームレスに飛んでくるけど、まあしゃあないかな。これはガードしました。で、あとネームレスはね、 HP 減るほど、お、旋風出ない。暴走は、暴走出るんかーい。ネームレスはね、 HP 減るほどあれなんですよ、ダメージが高くなるっていう性能があるんで、不屈っていう効果で。なんで、まあ HP 減ってもそんなにね、問題ないというか、減ってる方がいい場合もあるんですよね。暴走使ってきた。このルガールはでも必殺打てないと結局復活できないんで。うわー、また出んの。しかもこれあれやな、あー、そっかー、フリーザいっとこうかな。フリーザ
ゼロとクリザ行こうか。これで行きますかね。いや、ネームレス。クリザも前にしとこう。もうこう行きます。巻き守ろで、クリザから打つ。これゼロ単体技ならないけど、あ、沈黙したね。単体ならないけど、まあしゃあないかな。基本レイジ1列、これ強い。あー、今の倒されへんのかい。これは暴走。さあ、もうパワーストリームは溜まってますね。で、巻きさえ打てれば結構ダメージ取れるんで、なんとか防ぎたいところ、巻きを打ちたいところ。こっちは、あー、出た、オロチ。オロチきついな。やっぱり怒りダウンがね、かなり高確率で入るから、天破風神山ね、やめてくれ。ゼロがなんとか耐えてほしいところ。あ、パワーストリームさっき使うの。それクリザリッドに飛んでくるだけなんで結構ラッキーかな。さあ、マキ怒りダウン。うわー、入ってる。ゼロ耐えろ、ここは耐えてくれ。ゼロ頑張れ、踏ん張りどころやね、ゼロの。うわー、旋風も出るんか。マジっすか。これ全滅を狙えるんですけど、結局オロチがね復活する可能性も高いんで、こういっとこう。あんまり無理に全滅をね狙いに行くっていうのは良くないかな。ここでマキが打ちたいんですけどね。あ、オロチ、あ、復活した。よしよしよし、今オロチ倒して復活したな。これならもう全滅狙えるっすよ、完璧に。マキを強引に使って全滅狙いに行きましょうか。さあ、オロチも使ってくる。いいね、マキ打てる。マキが打てるので、うん、そしたらこれはこういこう。あー、でもあれか、そうか、これオロチ倒してしまう可能性あるな。いけるか、ギリギリいけるね。よし、これならもうほぼ全滅でしょう。ほぼ全滅は取れるかと思います。こっちアーデルハイドがいる分やっぱり強いんでね。ここでどう調整するかにもよるけど、あ、暴走使ってきた。ネームレスも倒すってことかな。旋風出ない。うおー、これネームレス生きんでいいけどな。まあいっか、これで全滅取ったでしょ。まずは先にもアーデル打つのありやな。いや、さっきあれか、マキか。さっきマキ打って、カオーマルにゼロ打ってからやね。これで全滅取れたです。取れたっすよね。よし、いけましたね。まあ、かなり強引にいったんですけど、やっぱマキの強さっていうのが出てますね。マキはやっぱああいう感じで強引にいけるんで、やられても、復活できるっていう特性を生かして、強引にいっただけなんですけど、まあ、あとはやっぱアーデルハイドがやってくれるっていう感じですね。ランクバトルをしました。さあ、8問ね、いきましょう。先生欲しいね、8問。ヒカルさんかな。先生は取られた。オロチアシロピタ、SR オロチアシロ、これはクリスですね。UR ネスツスタイル強、北アーデルハイド最強キャラ。マキといい勝負やけどね、まあ、やっぱアーデルハイドの方が強いかなっていう気もする。イグニス、クロゼロとハオマルね、オロチと、ルガールか。こっち先生取られてるんか。これね、ルガールとアーデル置いたらルガール初ターンに打てるんですけどね、でも先生取られてたらあんまり危険な、あれですね、危険な方が高いね、危険な可能性の方が。ハオマルもいるんか。クリス、ネームレスにしとこうかな。これでいこう。あ、攻撃型一体ですね、ミスタービッグ。攻撃型がね多めやったらそのルガールも狙えるんですけどね。ユリやられてるやん。ほんまに弱いな、ユリ。どうしようもないぐらい弱いですね、ユリって。これどうしようかな、ね、あのイグニスゲージ溜まってますよ。こういこう。ユリの弱さがほんまにちょっとね、ユリが出ただけでも結構不利になると言っても、まあいいぐらい弱いですね、ユリは。イグニス溜まってるけど使うんかな。いいディアン使わない。そしたらこれもう一回このままいきます。さあ、このままいって、ビリーは、あ、このままいったらでもあれやな、あかんわ。このアテナ倒す可能性があるわ。こういこう。ビリーは、いや、使ったらあかんか。ビリー使っちゃうとあれやもんね。うわ、今のあれやな、ネームレスで回収した方がよかったな。クリスでやってもうた。まあでもミスタービッグは必殺打ってきてもこのオロチアシロは結構硬いんで大丈夫っすね。で、ハオマルはまだ打てない。イグニスは打てます。オロチ来た。オロチか。
状態異常はやめてほしいな。でもブラスタイブよし、クリティカルはない。あーでも結構減るね、やっぱ八幡モード強いな。クリス打てますね。ここのオロチヤシロはなんとか耐えてほしいが、いやー八幡強い。いつもやったらもっと火力出せるんですけどね。これルガールいかな、しゃあないか。ルガール、それともこっちも全滅狙うんやったらこういくかな、こういって、そうやな、イグニス怒りダウンか、こういこう。で、ツイスタードライブは使う。あ、倒すかなこれ。倒しそう、オロチ。うわー倒すわ、復活ないわー。倒すんか今の、めっちゃ火力出るやんクリス。マジか、倒さんと調整して、次にアーデルハイドで一気に行こうと思ったんですけどね。そんなに火力出るか。これ旋風烈斬さえでも防げばいけるっすけどね。旋風だけやめてほしいマジで。ここのネームレスは多分耐えるんで、旋風だけやめてほしいマジで。盾出るっすのに、おし、あ旋風出てるやん。うわーっていうか盾出てないやん